すいません、ちょっと今だけ、すいません、ちょっと今、遠い待て、遠い待て、頭上配信。確かに今日最高じゃない？公演見て、配信見て、ラジオだよ、ミオミキウィーク。いや、デイだ。あ、デイ、うん、デイだろ。牛、あ、好き、牛好き、よっちゃんね、すき焼き、すき焼き、うん、これ大好き。もう一回言って。すき焼き弁当。待って、新しいギフトになってる。え、そんな好き好き言わんとって、照れるやん。すき焼き、すき焼き。え、なんか変じゃない？あんた誕生日じゃないって今日。葉っぱね。何としたの？なんか葉っぱが気になる。あ、そうじゃない？え、どこ？じゃあ直すって。うん、完璧。いや、葉っぱが気になるな。あ、そんなもんか。すき焼き弁当。なんだろう、この新しいギフト。どれ？これ。これなんなの？てりたまみたいな。てり。てりたまみたいな。なんだっけ？てり。てりたま。なんだっけ？ほぼてりたま。なんだっけ？ほぼてりたま。え、ご飯食べていいですか？ダメ。ありがとうございます。ダメ。シュワッチ。さすがに朝から動きすぎじゃない？うちら。てか待ち時間とかもないから。 Do like this。 うん。え、なに、やっぱ9月ドリフの日が惜しい。あまりね、惜しい、惜しいね。てりまり、ん、てりたまってた。 え、見て、美味しそうじゃない？紹介してあげる。あ、見えづらい。うん、こんな感じのハンバーグ。ハンバーグ。りーちゃん、お誕生日おめでとう。そんなりーちゃんにご飯のプレゼント。しいたけ、口開けて。あーん、あげない。もう嫌われんで。誰に理解の。みーちゃん大丈夫、みきの配信絶対見てないから。口聞いてもらえなくなるよ。じゃあ耳は聞いてもらえる。うん、マジで今週やばくない？普通にショールームウィークやってる暇じゃないぐらい今週やばい。今週やばいって。今週やばい、美味しすぎて、うん、喋れん。え、待って、美味しそう。ん？ね、りーちゃんって呼ばれたの初めてって言ってた。え？あ、あれかな、人生でかな。うんうん、さすがに聞いてもらってないよね。うちらは今の流行りの名前がネームプレートになるから、うん、よろしくって感じ。さすがに今感じるよろしくだった。ライバー？ライバーっていうギフトもあるの？ライバー慣れてる？うちらライバー慣れてる。やばい、もう寒い。え？皮膚薄いから。暖房の、そうなの。暖房の場所的にじゃない？暖房？あれ、冷房。みおちゃんの方が近いけど。いや、直接当たってるんじゃない？みきが座る席っていつも暖房当たってる。待って、何このギフト。アイドル王に俺はなる。で、待って、値段書いてない。アイドルギフト値段書いてない。なんだろう。ね、俺らリーちゃんって呼んだらダメだって。お口密閉。リーちゃんさんならいいよ。先輩？うん。絶対みんなのが先輩なのに。リーちゃんさん。でも呼び始めたのは先輩や。あ、うちらがね。うん、でだからリーちゃんさんって呼ぶ。アイドルはただやって。そうなんだ、うん、あ、めっちゃ可愛いのギフトだーい。好きなギフト言って。とめっちゃ可愛いと守りたい子の笑顔と、めっちゃしたかたん。めっちゃわがままだね。なんか、え、欲しがり、めっちゃ欲しがり。全部言葉やし、全部なんか嬉しい言葉ばっかり。欲しがりやん。え、なんでそんなさ、ミキの好きに制限をかけてくるの？え、じゃあ欲しがりだなって。なんか直角だよ、みおちゃん。みおちゃん直角だよ、今。干し柿。柿ね、焼き柿最近食べることあります。
本当にあったか行ってみて。あの先月2回食べました。うん、はい、まあ、ね、あーあーって、うん、みんなカジケンの感想を聞かせてよ。え、食べたい。てかマジで、うん、ミオだけこのカジケンの、うん、K2 の具材も知らなければ、うん、そのお知らせとか来てないから、うん、名前も知らなければ勝った時の得点も知らなかった、うん、全部知らないんだけど、うん、こうやってミオだけちょっと言わないこれだってびっくりしたんだもん。世界中生配信だから。だってびっくりしたんだもん、あまりにも知らなさすぎて、うん、みんなだよね、うん、これ、うん、うんとか言っちゃった食べたいな。誰かウーバーして食べたい。普通にカジケン食べたくなっちゃう。ナミキの方が好きだけどね。どっちの方かとかないから好きに。いやあるある、全然あるよ。いやないよ、全然あるよ、言っとくけど。待って、ラブリンさんも知らないままみかんの剥き方に呼ばれてるめっちゃおもろいじゃん。ミッタチューに呼ばかった、うん、油そば大好きぽい。ありがとう、うん、大好き。そんな人生で食べたことないけどめっちゃ好き。ほら全然愛耐えてない。愛が全てじゃないから。愛は勝つんだよ最後に。最後だよ。お金は3の次。愛の次が愛で、愛の次が金。うん、愛に1回あるけど、うん、愛を興味ある僕に。そう、なるほど。お金なんてあとあと。じゃあお金ちょうだい。いらないんでしょ。うん、これ見ないで、あんまりアイドルのグッズだった。エビキューさんです。見えますか。あ、すごい、ちょうど映った。じゃん。アクスタについてたんですけど、あの なぜか知らないですけど、アクスタにさせなかったでも本当に見て、刺すとこないっしょ、うん、でびっくりしちゃって、なのなのってなって。こういうアクキじゃん。持ち運ぶアクキやろ絶対。アクスタ、これアクスタちゃうって。だから家にアクスタ刺さってるって。あーね、あーね。けどこの子が、うん、余っちゃったってこと。余ってないつけれなかっただけ。余ったとか言わないで。そうだから、ゆなひゃん、お姫、これなんかハッシュタグとかつけられたらやめとこう。ゆなひゃんとか言って、うん、中丸ゆらさんです、うん、そうそうそう。キャンキャンと言ってやめて。どういくか分かんないですか、うん、気をつけた方がいい。やっぱりあーめっちゃ好きやん。今日ゆなしゃん、ゆなさま T シャツ、ゆなしゃんシャマ T シャツだった。本当だ。えい、みんな知らないと思うけど、ミキが今こんなに高みついてるのにハマってる、うん、あの元祖ですからね。皆さんぜひミキちゃん、あのツインテールありがとうっていう際には中丸ゆらちゃんにもね、あの言わなくていいんですけど、うん、心の中で絶対言わないでって言っとかないと危ない。心の中で、はい、ここから来てますから。私の最近のツインテール事情は中丸ゆらちゃんに憧れて、今日自己紹介、そんな当たってない。自己紹介MCでリボンつけ、そんな当たってない。リボンつけましたの時にクリエイトさんのやつと一人誰も見てないのに一人でこうやってやつ、はい、おもろ、意識高。やっぱね、告白心拍数もね、クレートさんが。え、これ情報解禁済み？告白心拍数の振付師さん。YouTube 出たんじゃないの？出てた。めちゃめちゃ出てるやないか。踊ってた、うん。見てないけどまだ。絶対見る。うん。ユキオの声の反省点。言えない。え？やらかしたんだじゃん。一個、うん、ガチであるけど。気になる。見えない。意外と近くないよね。うん。じゃあこの子、あ、12人だからか。うん、そもそもね、人とのあれが少ない。おめかしも一緒。うん、おめかしとかも一緒。おめかし制服。制服別にあれないもん、ね、ミキが向いとるから、うん、そうそうそう、そうなってるだけ。普段は別にそんなもない、うん、普通じゃないあれ、うん、あと、こういいとは
目の前にいるよ。2サビ前あれもそうだね、付け出しね。あ、かにおちゃんが振り向いてなかったな。確かにあれ始まってないから。本当にさ関わんない人関わんないよね、こうやって誰とも関わってないのき。この声がそもそもあんまり関わってない、ね、少ないからじゃないの。ちょっと待って、お見送りで手振ってただけなのに釣られました。人生何があるか分かんないな。可愛いってことか。本当に、うん、うちミスじゃなくてミスるとこないもんこれ。あ、ミキさん中盤 MC 間違えてはけてないよ。あえて、ね、諸事情、うん、諸の事情警察署の事情、ね、署の事情です。あ、今日も後輩 MC は色、オーラの色だったんだけど、うんうん、ミキは、あ、ミオちゃん白って言われました。ミキは何にも染まってないってこと。4年いて何にも染まれるだって思った時に、うん、どんな曲でも染まれるって言ってたし、うんうん、なんか嬉しいこといっぱい言ってた。で、ミキは言わないよ、茶色とか言わないよ、うんうん、言わないよ、うん、グレー、白黒はっきりしない。それオーラじゃなくて性格ね。白黒はっきりしないからグレー。え、ありがとう。性格ね、ミキは色はグレー、うん、オーラじゃなくて性格ね。グレーのオーラが出てます。性格ね、性格診断と後ろからグレーのオーラが、ミキから診断普通にグレーのオーラが出ています。白黒はっきりさせなさい。何ここみさんのハイタッチって。え、なんか褒めてくれたから。あー、 MC でね、隣なんだ。隣なの。え、うちここみと MC したい、うん、確かにしてないね、一回もね。うん、喋りたいでしょ。喋りたいから裏で喋りかける。喋りたいでしょ。でも振り向いてくれない。でもあんまりこうやってなんなそう、誰かに。ん、こうこうやってこうやってなんなそう。アズのこと大好き。あ、本当だ。じゃあ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 、そういうこと。そういうこと。だっけ、大丈夫だよ。9月はココミに振り向いてもらう大作戦。会えるかな。リハ絶対あるじゃん、うん、でも、うん、ダメだよミキ、リハ行動。リハなんか人と喋らないモード入ったりする。しかも寝てないしね、うん、眠いもんね普通に、うん、で同期いるし、同期いたら同期と喋っちゃうじゃん。でもココミと喋りたい。でもココミはココミで同期といるじゃん、やっぱり、うん、特にコンサートとかにさ、うん、絶対そうやん、うん、だから残念。しかもそういう時に口実で使えるのが、うん、分かんないとこだったら教えてね。教えて、だから分かんないとこだったら言ってね。うん、うん、よく答えるんだじゃん。無理だから。無理だよ、うん、うん、じゃあ無理や。だからコンサート口実も使えないから、うん、全部もう無理。やばいよ、どうする。無理だよ。9月はやめるわ。うん、うん、やめた方がいい。今年の目標にした方がいい。今年にし、うん、人生何があるか分かんないし、将来 K2 に昇格するかもしれない。え、するよ。うん、え、めっちゃ K2 やん。決まってないって。でもこれ K2 やで。決まってはないから。どう見だって K2 やん。あれ、まあ、第一印象は K2。 いや、第五印象まで K2。 第五やめて。うん、ねえ、K2 だよね、うん、いや、ここみも K2 に行きたいと思ってくれてるはず、多分。あんま言い切んない方がいいよ。多分言った。だからまあ願望なんでね。そう、そうやって言った方がいい。15分経ったけど、まだ今日は終わらない。40分までね。ライフは終わらない。あ、40分までね。うん、40分からラジオ。21時40分から。ティリやめれる。カーラやめれる。ミキティアンのラディオ。やめれる。ラディオやめれる。ミキティアンのレディオです。レディオやめれる。え、何、いい、コンサートで写真を撮るって、これはミキでもいけるわ。でも10月だからね。じゃあ9月は一旦置いときます、うん、はい。ケツに入ったらミキが一番変わりますよ。なんでミキが一番なっちゃった今。うん、可愛がりますよ、うん、でも K2 に
来ない来たらって言ってるね今。研究生の間はじゃあ通からないってこと？一番は無理。うわ諦めるんだそうやって。やっぱなんかミキって優しいからなんかガツガツいけない。ガツガツ行こうぜ。いやあごめん、うん、なんかあった上に避けようと思って、うん、無理だねそれは。なんかこの前ミオのキーホルダーをミキにつけてつけた事務所で、それ忘れてて家帰ってから家帰って次の日とかに思い出したの。そういえばどっちが先だった？あミオミキに連絡来る前に。連絡はしてない。 DM 来る、 DM じゃない、 DM はしてない。ストーリー見る前に、うん、あの思い出したの。多分ストーリー見た日とかに思い出して、うん、あのキーホルダーどうなったかなと思って。でもこれどっか落とすと思うミキ。だって毎日持ち歩いてるじゃん、うん、からね。で焦ったの。あれどこやったろうと思って、え、もしかしてそのままつけて帰ってると思って、うん、そのままつけて帰ったのに連絡ないってどういうことと思って。死んだろ。で死んだろそんなんで。やばいどうしよう。そんな焦る。やっぱおかんことに焦ってほしいかも。個人的にはやばいどうしよう本当にやばいって思って、そしたらストーリーのあれが来て、うん、よかったん。どうしようと思っても行動に移さないタイプってね。別に映すほどのことじゃない。だからミヒも連絡するまででもない。でも大きくメンションつけてた。ほんと？なんか最初からあんなサイズだった。ドッグ大のメンションつけてた、うん、ドッグ大のメンションつけてた、うんうん、ココミもだけどカキレナもケツっぽいってカキレナ思ってます。ミヒカキレナいいだと思う。うん、いいの感じを感じる。わからない。グレーのオーラ出てます。グレーのオーラ出てます。占い師みたいな。ほらほら、うん、どう思いますか。グレーのオーラ出てます。今このミキの見た目からグレーの感じる人、グレーのオーラよし。いませんでした。誰も言ってないし。もう確かにいいもよさ合いそう。あ、人に意見を合わせる。グレーですねこれは。忖度しかないんだから青に決まってんだろ。グレーです。何もかもがグレーです。ケツ、何が一番多いって言われてた小学する前。ケツか S でしょ。うん、どっちが多かった？ケツだよ。うん、あ、そうか、うん、全然さすがにケツだよ。さすがにね。一部 S って感じ。E も全く言われんかった。うん、もう E も S も全く言われんかった。ありがたい。印象つけることから大事だよね。普通に考えて、まずは。アンダーめっちゃ本当にありがたい。入りたいチームがあるなら印象付けた方がいい。うん。上が決めるからで、ね、見てるんで。うん。なんか本当に誰がどう決めてるか気になる。うん。誰の本当に素直とか。あの感じだと理科 E だったじゃん。マジで K2 にやった人、うん、本当に天才。お金あげる。宝くじだよ、それで。お金あげる。いやそれ天才じゃない？見る目しかないよね。本当に。今ニヤニヤしてる見てる人。やばい、よく褒められた。見てないから。本当にすごいと思う。誰か知らんけど。本当に素晴らしい判断だよね。だって一回もアンダー出てないチームにさ、むしろ E いっぱい出てたじゃん。マジ天才。本当に天才だよね。未来多分見えてたよね普通に、うん、すごい。本当にすごい。なんかあんな正解を出せる人誰、うん、おいでおいでおいで。マジ正解出しちゃってるよね。おいでおいでおいで。パンダパンダ、うん、うさぎ、クジラ、コアラね。伊藤美希ちゃん大丈夫ですかってコメント。どういうこと？あと漢字が違う。しかもガチで悲しみのやつやん、うん、漢字違う。なんかやった？難しそう。多分このテンションがダメなんだと思う。抑えるわ。吐けた回じゃない？吐ける MC の時。
そういうこと？だって泣いてる文字だったもん。いや、鼻水あれ涙だと思ってた、ずっと。昇格メンバードラフトとかは？どういうこと？ドラフト成績みたいな。あーね、ありそうじゃない？ありじゃない？たまには変わったことたまにする。絶対嫌だけど。ミオも、ね、だって絶対嫌だね。最悪じゃない？一巡とかね、最悪だよね。しかもさ、あれってさ、うん、ドラフトはさ、S48 グループのもうオーディションだからさ、そういうもんじゃん、正直。選ばれる選ばれる、うん、でも今さ、お互い知らないもん。今最悪じゃない、うん、もうこの状況でやられるの、うん、なんかお互い知っちゃってて、なんか選ばれてもそういうことやん。ミオ、うん、呼ばれなかったらそういうことやん。ミキは選ばない。まあ良きライバルだもんね。ミキ選ばずに同じチーム作る、別でユニット作る。ライバルだから無理。大人られた。同じ歩幅では歩けないと思う。やっぱ価値観も違うし、全然一緒だし、全然違うから。なんかやっぱジェットコースターとか同じ歩幅で歩いてほしい。え、マジでうるさい。え、もうさすがにあんな笑顔で、ちゃさすがに、うん、水族館マシだったよ。何マシってどういうこと？何だったかな、何だったかな。イルカショーじゃなくて、うん、なんかのジェットコースターがうるさすぎて忘れられなかったんだけど、忘れた。長島じゃない？長島か、なんかちっちゃい子も乗ってた気がするんだけど。長島のバイキングだよ。長島でバイキング乗った、うん、全員乗った？いいかも、うん、それだ、うん、それだ。それちっちゃい子、しかもミニのバイキングで、うん、ちっちゃい子もいるのに、一番うるさかった。めっちゃミニ。ミニ、大きいバイキング乗りたい。あれだけは絶対無理。大きいバイキング乗りたい。乗っておいで。いいって乗ってきて。で、ミオ、スチールドラゴンも乗りたかったけど。だから乗っておいで。二人乗れなかった。いや、白芸乗っただけで十分やろ、普通に。うん。もう白芸は、正直あれ。素敵なジェットコースターだと思う、うん、ミオ褒める。あれはあれ作ったのはすごい、うん、あれすごいね。でも頑張った。うん、白芸とユニバのハリーポッターマジで頑張ったと思う。じゃあミキが違う。じゃユニバのハリーポッター、あ、やばい、タワータワーだ。何、ありがとうございます。水色王冠、あ、アナと雪の女王やん。アリーのまあまあ、エルサ、エルサありがとうございます。スクショタイムしとこう。あれ来ちゃうからラジオの時間、うん、ミキも入るんだよ。んじゃあアナ雪、アナや、アナっぽいやん。アナと雪、うんうん、アナと雪じゃない、アナとエルサ、うんうん、な、どういう理由だろう、このタワーの意味聞かなきゃね。聞きたいんだけど聞けない、うん、タワーありがとう。俺ティーン王冠このままじゃダメなんだ。どう、もう素晴らしい。ミオタのダンスが今日も最高だったわ。こんな素敵なタワーある？アボカホ。ミキのショールーム来てくれないの？いつも来てるのに。うるさいな。帰ってくる力すごい早い。ミオタのダンスが今日も最高だったわ。ミキタの打ち間違いだよ。ありがとうタワー。素敵な理由すぎ。ミキタの打ち間違いだよ。素敵な理由すぎ。ミキタ素敵な理由すぎ。1ヶ月ぶりの制服の目だったし、ね、直帰しね。しかもなんか X で知ったんだけど、うん、6月に初めて出た日から789全部月始めが制服の目なんだって。うちらお世話になってます。だからこの1ヶ月気合い入れていくぞっていう多分心意気の制服の目だと思う、うん、
お世話になってます、なります。お世話になってます。なってます、なります。お世話になってます。ちゃんとスクショタイムしよう。うん、しな。ありがとうございます。タワーに。え、これカラキ売ってんの？なんかここ見におすすめのポーズあるって言ったらね。うん。やり方忘れちゃった。待って、ここ見読みやめてもらっていい？じゃあいいやん。え、なんで？あ、忘れちゃった。え、なんで？うん、ボン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 、なんかいっぱいハートの意味らしい。え、忘れた。なんか X でやってるやつで、ここみが言ってた。よくないと思う、勝手に呼び捨て。いいじゃん、ここみが言ってた。うん、忘れてるよ。どうやってんの？ね、2時の夜始まるよって言われる。2時の夜始まるよ。だからショールーム終わります。うん、聞いてね。東海レディオ。そのまま流れるんだよ。東海レディオ、聞いてね。いいじゃないよ。今日は流れるんだよ。遅れてないかな？大丈夫。今日何もないよ。え、違う違う、野球中継で遅れたりする。そうだ、何もないよ。あ、野球がないんだ。多分。前遅れてたよ。2回連続ぐらいで。あと3分だって。あと2分だって。おいでは。おいでは。これが横に並んだ時のみよみきの大きさの違い。え、どこが？いないやん。横に並んでます。いないやん。今横に並んでます。何にしたっけ。伊藤美希たすにしみを忘れちゃったの。世界征服みたいな感じ。そう、長い。いやいや、スクショタイム大事だから。長い。ロングロングウェイホーム。ロングロングウェイホーム。またね。またね。また明日ね。明日は帰ってきたらショールームしようかな。夜配信します。明日の3デイズ目は夜配信します。またね。バイバーイ。この後無言だね、うちら。言わないで、そういうこと。うちらビジネスだから。そういうこと言わないで。バレたくないじゃん。バイバーイ。おやすみ。またね。声ありがとね。声ありがとうございました。デハデハ。デハデハ。にじゃないよね。あ、あと1分。じゃあね。バイバーイ。ありがとう。また明日。ありがとう。